こんな新春恐怖のレコードコーナー。おめでたいばかりが世の中ではありません。現実の世界では人間の知らないところでいろんな現象が起こっているのです。そこでこの番組では日本レコード大賞企画賞をあえて辞退して広くみんなに知ってもらおうという意図で不思議なレコードを探しています。いっぱいねこのハガキもねこのコーナーにいっぱい来てるんですがね。そうです ね結構みんな皆さんねいろんな研究熱心なんですね。知ってるんですね。根性で探してくるっていうのもね入れてるで、今日ここで一つ、ハガキをいただいてます。川崎市の鈴木さとるくん。はい。シュガーの皆さんこんにちは。こんにちは。今はこんばんはですけどね、なんかみんなも一緒になってこんにちはっていうとこがなかなかいいですね。シーンとしないでください。はい、なんか最近いやこんにちはって言われたらやっぱこんにちはって答える。はい、素直ですもんね。よろしい。丸。はい。なんか最近怖いレコード特集やってますが。タイム。怖いじゃなくて怖いなんですか。怖い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 。コアラ。怖いレコード特集やってますが。はい。俺の知ってる怖いレコード紹介します。はい。なんか全然怖くないね。そう。はい。今聞いたりよな。ティアドロップ探偵団、はい、怖くないっていうのがあるんですが、はい、その中にセリフがあるんですよね。はい、永井くんがはははは、山口くんが小林くんってなってるんですけども、山口さんが小林くんって言った後ほんの一瞬女の人の声が入ってるんです。ははって、笑い声が一回聞いてみてください。どうでしょうかね。ちょっと聞いてみましょうか。そうですね、まあ、軽い気持ちで。また僕の勝ちのようだな。待て、二重連装。演技は必ず勝つんだ。な、小林くん。あははは。小林くん。演技は。聞こえた。え？聞こえた。っていう声。あ、はーっていうか、私フフって聞こえたけど、もう一瞬で、ね、フーって聞こえた。って感じ。うん。いやー、怖いですね。でもなんとなくですね。こういうのってなんか作りたいね。すごく幽霊現象みたいにわざと作りたいね。こういうのってさ、これは本当なのかな嘘なのかなって、うん、ちょっと本当に入っちゃう場合ってあるでしょ、うん、スタジオだって遠くから女の人が笑ってたりとかしたらさ、うん、だから今度のレコードではぜひシュガーのところにもみんながこうくれるようにうまく入れちゃいたいね。気持ちのいいわざとらしく不気味な千葉県市川市の尾崎くんからもいただいてます。あ、いいだな。これは怪奇現象ではないんだけど面白そうなので書きました、はい、アメリカに留学している人から聞いたんだけどセッペリのレコードで、はい、これを終わりの方から逆回しにすると、うん、デビルとかこれは何て言うのマーダー、マーダー、マーダーとか I live for devil とか言った、うん、君の悪い言葉がいっぱい聞ころげるだって、おぼろげながら聞こえるそうですよって書いてあるんだけど、おぼろげながら聞こえる。向こうのね、セペリンとか、あと、いろいろあると思うんだけど、逆回しして、まあ、チューリップって日本のバンドもなんか昔あったでしょ。逆回しすると、本当に聞こえるっていうのが。うん、で、すごい、悪魔の中に入ってるとかね、そういうことってすごい、多いんだよね。めちゃくちゃに外国のレコードって。とりあえずさ、聞いてみない？そうですね。これも聞いてみましょう。すごい苦労したんですよ。あ、逆さ。これ撮るのに。そうですね。さっきからもう頭抱えてますね。とりあえずちょっと聞いてみてください。でこれなよくわかんないですけどね。でも、うん、何なんでしょうね。怖いですね。怖いですね。とりあえず怖いわけがわからないのが怖いですね、はい、よくわかんないんですけどね。そうですよ小林さん、怖いですね。怖いこれはね、3丁目の角を曲がったところにですね、あるんですねこの現象が、ね、この前がマンホールの穴が落ちた瞬間にできるんですね。この前ですね、工事現場にですね、はい、あったんですね。あったんですか。この前財布落とした人がいましてね、それを取りに行った時にですね、はい、あったんですね。怖い現象が、財布がその場にはあったんですよ。1時間後にいた、あったんです。
か。私もデニーズの駐車場にあったんですよ。5時間もえ あったんですね。私なんか、ね、駐車場に落としたカバンがこれがなかったんですよ。あ、怖いですね。世の中怖いですね。本当に皆さんも本当に恐怖の怖いレコードあったら、一つね、あのこちらの方に報告していただきたいと思うんですけど、はい、あの宛先係どうぞ。はい、宛先係の久美が紹介いたします。恐怖のレコードコーナーだね。恐怖ですね、うん、郵便番号107東京都港区赤坂 TBS 恐怖の館、あ、 TBS ラジオ気まぐれ夜間飛行恐怖のレコード係までお待ちしております。怖い。ということで、曲ここで聴いてください。陣内孝則という、ね、人が、ね、歌ってんですけどね。孝則という人が陣内の自動車消火という歌なんですけどね。本当どうよ、ね、あの子をベッドにしたくて日産するのはバクカード俺の髄まで絞れで後で肘鉄食らうんさ。ジャガジャガ飲むのもほどほどに心で一服しとろうえん。びっくりするほどシャルマンでおまけに心臓がデボネアでキュリーな人だことをてなてなおだてにすぐるのをシティシティあなたのファミリアにいすずな気持ちでついてゆく。私のブルーバードミンクス買うよの約束をコロナと忘れてダットさん今度会ったらアルファロメオ抱きしめちゃおうと待つだけど会えばやっぱりオースチンベンツにグロリア寝転んでロレットするなよフェアレディ、それでは試験に食らいすらガネが鳴る鳴る林間とワーゲンうちだよ色恋を忘れて勉強セドリック。代弁するんじゃない。うんこはしてはならん。この時間に。そうだよ。この時間にうんこ。そうだよ。この番組が終わるまでうんこはしてはいけない。ちゃんと、ね、我慢しなくちゃいけないのか。いやでもね、トイレにちゃんとラジオついてればいいんだよ。そうだ、トイレにラジオ持っていけばいいんだ。そうだ。私なんかね、自分のラジオね、自分がやってるラジオね、あの録音の場合ね、うん、聞きたい場合ね、お風呂まで持ってって聞いちゃうぞ。えらい。でもさ、この番組ってさ、みんなどんな状態で失礼聞いているんでしょうか。そうだね。不思議に思うね。私なんかよくラジオ聞くときってやっぱベッドに寝っ転がってとか、うん、テレビ見ながらとかみかん食べながら、みかん食べながら、うん、そうだよね。みんな今どうやって聞いてるの。寝てんだろうめ、おめベッドに寝てんだよ。ダメだよそんな右手なんか動かしちゃった。あらダメだよそんな。あら右手、私が喋ってるときは動かさないけど、そのモーリーが喋ってるときだけそんな動いちゃったりなんかしちゃった。この声で動かせてるよ。もうダメだよ、それで今のでもう一生近いものになるから。ねえ、ここでさ、一つさ、はい、お便りが来てるんですよね。鳥出市のゆさやすとくんというのお便り。あ、知ってる、ゆさやすと。そう、ゆさやすと知ってるぞ。知ってるだろ。何え、
こう彼がね物語を作ってきてる、うん、物語いい物語なんですよ。ちょっと聞きたい。少年物語宅、うん、イオナ私は美しい太郎その日少年は風邪気味の体を引きつり、うん、小型ラジオを聞きつつ歯を磨いていた、うんうん、ラジオではお見合いコーナーが始まらんとしていた、うん、間もなくミキさんの美しい声、私はね面白い名字の子ユサヤシト君。少年は焦った。口をすすいでいたお水を飲み込んでしまった。録音しなくては。少年は階段を駆け上った。途中膝を強打したものの、そんなことはものとものともせず、手が水浸しなのも忘れ、手近にあった山下久美子のベイビーベイビーの入ったテープをわしづかみにして、ぶち込むや否やラジカセをセットし、三段飛ばしで階段を駆け上り電話のところへ。ななしかし、その時ラジオは少年が写真判定で敗れたことを報じていた。それでも、それも女性に敗れた。女性同士の見合いなんてあっていいのだろうか。クミが悪いんだけど。自室に戻った少年はテープを巻き戻し再生してみた。濡れてしまったために途切れ途切れになったテープには、某放送局の大学受験ラジオ講座が録音されていた。翌日そのショックもあってか、少年は39度の熱を出した。3日間学校を休んで登校すると、その日から期末テストであった。少年は赤点と友達になった。明るいですね。いや、私のせいでこれは嬉しいことですね。お友達が増えた。いや、やったですか。お友達が、ね、できるっていうことはね、やっぱとってもいい子ですからね。そのね、すごいそういうこともね、大切にしてね、どんどんね、友達になってくださいね。友達100人できても赤点じゃいらないよ。いや、0点だって100個テストがあって、100回テストがあって、全部0点だったらすごいもんですよ。富士山の上でおにぎりを。でも、彼は文才があります、なかなか。少年は赤点と友達になった。そうで、君はね、もう勉強やってね、そっちのけでね、こう台本とかね、書く方に回ったらね、やっぱこのオチはですね、やっぱね、芥川龍之介でもつけられませんよ。つけられないですよ、やっぱこれはね、赤川次郎の世界です。なかなか江戸川乱歩でしょうね。私としてはやっぱ、あの筒井康隆の世界だと思いますけどね。石川達さんの文体に似てると思うんですけど、いや、私は板垣退助だと思うんですよ。いや、板垣西城輝彦、西郷輝彦って、西郷輝彦じゃないでしょうか。いろいろいますけどね、はい、そういう世界だと思いますけどね。そう、悲劇だったら山下久美子さんじゃないかな。可愛いそうですね。一番悲劇だったんですよね。消されてしまったんですよね。ベイビーベイビーが大学受験講座になってしまった。でもね、本当にね、もう今ね、ラジオを聞いてどういう状態できてるか、例えば絵に描いてくれるとかね。いいですね。自分の部屋の見取り図とか、ラジオじゃさ、なかなか説明しにくいから、やっぱ言葉で説明してほしいな。だから、天井のにへばりついて忍者のような服を着て、うん、ラーメン食いながら聞いてるとかさ、あれじゃない、やっぱ。もしかしたら彼女を腕の中に抱き寄せて聞いてるなんて、これもいるかもしれないよ。どこら、そこでイチャイチャすんじゃないっつうんだったら、車の中にいる。車の中、あ、多いかもね。車の中で聞いてね、よくね。ね、あの、でも、あ、まあ、いいや。トイレの底で聞いてる人がいるかもしれない。そこで聞いてるかっていうのを。天井の、冷蔵庫の中。あー、冷蔵 ET みたいなね、冷蔵庫の中で聞いてる、ね、ビール飲みながら聞いてる。いいね、お風呂の中で聞いてる。うん、まあ、いろいろありますからね。この辺でフルーツタイム行きません？はい。フルーツタイムですか？タイム？フルーツタイムじゃありませんよ、まだ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 ダメですよ。まだまだフルーツは食べられませんね、これはね。はい、では、わしの曲、キリグリ、リンディ。一人
ガーの LP の中からの曲、コーヒーブレイクの中ですね、リンディ・ミキの曲聴いていただきました。父さん、地球のウィンクは銀河の流れを変える、あいつのウィンクはミキの心を変える、タイムスリップして出会うのはすれ違いという名のドラマ。今地球の動きをちょっと止めて耳を傾けてみませんか。ミキのショートショート。ガタンゴトンタタ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 。ご苦労様、工事中ですか。ああ、そうだ、工事中だ。ガタンゴトンガタンゴトンタタタタタタ。あの、何の工事ですか。いやーな、なんとも大げさな工事でな。ガタンゴトンガタンタタタタタ。あの、いつ頃までかかるんですか。いや、いや、なんともまあ言えんな。ガタンゴトンタタタタタ、ガタンゴトンタタタタタタ、ガタンゴトン。あ、あの、私のことを覚えてますか。あ、あ、そういや昔あったような気がするな。カタンコトンタタタタタ、カタンコトン。あんたはいつまでここにいなさるおつもりかね。ええ、飽きるまでですわ。カタンコトンタタタタタ、カタンコトン。もう誰もいなくなってしまったわ。カタンコトンタタタタタ、カタンコトンタタタタタ。私はひたすらこの機械を動かしている。え、機械？何するのかって？地球を暗いの壺に変えること。Thank you.
言うか。だんだんに流行ってきてますね。ウェディングベルパート2でした。あっという間に1時間が終わって、今年一年も終わっていそうな気がするんだけど、早いね、もうおしまいだよ。あ、クリスマス来ないかな。クリスマス来ないよ。年のは盆踊り、もういくつ寝ると、お正月360いくつかな。360ないでしょ、もう357日しかないですよ。そうですよ。早いですね。早いですね。どうも良いお年を。良いお年を迎えて。また来年みたいな。はい、良いお年を。それじゃあ、土曜の夜はシュガータイム。日産ミッドナイトステーション、シュガー気まぐれ夜間飛行。一緒に飛んでみませんか。ステーションシュガー気まぐれ夜間飛行。この番組は21世紀を目指す先進技術の日産の提供でお送りしました。